というわけで中層に行きたいんですけど。ベル君のステータスは問題なし。パーティーもスリーマンセルを組めます。条件は満たしていますよね。一応ね。一応です。ベル君のステータスなら何も問題ない。他の二人も許容範囲内かな。でも中層の13階層に遭遇するモンスターは12階層とそこまで力の差がないし、ベル君の支援が届く範囲で動けばそれほど危険性はないか。エイナさん、一つだけ条件をつけさせて。はい、何でしょう。パーティー分のサラマンダーウールを用意すること。サラマンダーウール、精霊の護符、これを揃えられたら中層進出を許可するよ。でも用意できなかったら絶対に行っちゃダメだからね。分かった？はい。あともう一つ、無理は禁物だからね。危なくなったらすぐに引き返すこと、約束。はい、分かりました。それじゃ行ってきます、神様。うん。それにしても明るいところで見るとなかなか目立つね、そのサラマンダーウールは。中層に行くなら必ず装備しなさいってレイナさんにきつく言われたんです。少し派手かなって思うんですけど。ま、あのアドバイザー君の言うことだ、聞いておいて間違いないだろう。とにかくレベル2になったからって無理をするんじゃないよ。はい、じゃあ行ってきます。それにしてもやっぱり派手だな、これは。サラマンダーウールのことですか？ああ、着心地は文句ないんだから。でもこの炎の耐性のおかげでヘルハウンドの攻撃をしのげているんですか？ベル様に感謝の気持ちを示す理由はありますが、文句を言ういわれはどこにもないのでは？分かったから、そう目尻を尖らせないでくれ。ありがとうございます。
ありがとう、リリー。でも話はここまでにしよう。来る。またアルミラージかよ。やはりモンスターの出現頻度が上層とは段違いですね。その数は。いいですか、ベル様、デルフ様。分かってる。ヘルハウンドが出てきたら真っ先に叩け。で、その前にアルミラージどもをどうにかするぞ。切っても切っても湧いて出てきやがる。ベル様、ぼーっとしてたら危険ですよ。リリー、いけません、押し付けられました。え、パスパレードです。リリたちはおとりにされました。すぐモンスターがやってきます。おいおい、冗談だろ。こっちは手一杯だってのに。退却します。右手の通路へ早く。ヘルハウンド、今の鳴き声。ベル様、ベルフ様、早く。それでヘスティア、